18番の落合キラリです。はい、落合さんですね。はい、ありがとうございます。小さいと後ろに行ったら埋もれちゃうとかがあると思うので、人一倍手を伸ばしたり下にしゃがんだり上ジャンプしたりとか、ここの表現は前の子たちよりも負けてないとか、すごいこの曲の雰囲気が伝わってくるとか、そういうのをできるようにしていきたいな。はい、曲をお願いいたします。最終オーディション通過者の発表させていただきます。それでは発表いたします。1番目の通過者、58番、立ち上がってください。2番目の通過者、66番。でも自分の得意なダンスを表現することができたので、すごいなんか踊ってて楽しかったです。身長が小さいんですけど、その身長が小さくても存在感は大きいなって思ってもらえるようになりたいのと、やっぱアイドルたくさん今いるので、その中でもこの子はちゃんとアイドルとして認めてもらえるように頑張りたいです。では早速ではありますが、プロデューサーの指原さんからグループ名の発表をお願いしたいと思います。はい、今回1人欠席してしまっているんですが、今回姉妹グループ12人に選ばれたメンバーのグループ名は Not Equal Me です。高校2年生、17歳の落合キラリです。栃木県出身です。特技はダンスとパンの大食いです。依頼であるイコールラブさんの姉妹グループという意識をしっかりと持って、これからのアイドル界に旋風を巻き起こせられるようメンバー全員で頑張っていきたいと思います。かっこいい、なんて略すのね、もっとイコールラブのもっとも、みみみもっとイコールこのオーディションに合格して、これから活動していくのかなっていうのが、本当になんか活動していくこと自体がすごく日を重ねるごとに夢に思えてきてしまって、でも今日こうして初の記者会見だったり、初の囲み取材だったり、こんな恵まれた環境の中でお披露目をさせていただいて、すごく今日ですごく実感したというか、頑張らなきゃなって改めて身が引き締まりました。でもスタートは今日なので、これがゴールではないので、これからメンバーみんなでさらに Not Equal Me を大きなグループにできるように頑張っていきたいです。なんかその初日に、そのなんかメンバー全員踊ってるのを自分が見て注意するっていう時があったんですけど、なんかその時もなんか別に自分が完璧にできてるわけじゃないのに、なんか指摘するのはなんかすごく抵抗があって。この中で一番振りを理解してちゃんとできてる人は誰？キラリ。最高の形の練習をちゃんと自分たちで考えるには、みんなね、流れについていくっていう風にしちゃダメだよ。考えて発言しなきゃダメ。はい、分かった。はい、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 踊ってて大丈夫。
なんか下ろすタイミングがすごいずれてるかも、みんなで一回。これ最高の方法。ずっとキラリは練習できてないんだよ、この15分間。それに対して誰も何も言わないし、どう思う？すごいね、頑張ってたよね。すごいよかった。なんか本当に申し訳なかったの。本当になんかありがとうね。なんかありがとう。キラリンがね、なんか引っ張っててくれたから、ね、できたから、うん、本当にありがとう。今日の合宿でも、この行っていただくまで自分たちで何も変えられなかったっていうのは、やっぱ時間がすごいそれかかっちゃったし、そこが反省点かなって思うのと、なんかみんなでなんかノイミーで頑張ろうみたいな、すごい団結感があるのはすごく、なんていうの、活動してて やりやすいって言ったら言い方あれだけど、なんか頑張ろうってすごい思えるけど、頑張ろうって言ってただけで、どういう風に頑張るとか、こういうグループにしていこうとか、そういう深い話をちゃんと、まあ、する時、全員揃ったのも今日が初めてだから、なんかしょうがないとこもあったけど、でももうちょっとこれからはみんな一つの、なんか個人のもあると思うけど、グループとして一つの目標をちゃんと、なんか近い目標と遠い、なんかこれからの目標みたいなのを決めた方がいいかなって思いました。なんか自分なんかがこんなこと言ったら、なんかこんなこと言ってずうずうしいかなとか考えちゃったりとか、結構ネガティブ思考になっちゃうことが多いのが私で、やっぱ自分が殻を破らないことによって自分の個性がなくなっちゃってたり、せっかくなんか殻をやれ破れば次につながることとかもあるかもしれないのに、それができないっていうのはやっぱりこのアイドルとしてやっていく中で一番良くないことだと思うので、自分を変えたいです。そんなもんか。自分を変えたいです。お前の全力はそんなもんか。自分を変えたいです。自分ってなんだろう、自分ってなんかそのダンスが、ダンスやってきたからで、なんかみんなよりちょっと振り覚えが早かったりとかはあるかもしれないけど、それ以外にキラリちゃんってこういう子だよねっていうのがないなってすごく思って、メンバーの中での役割が何かってこの前あの先生に言われた時に、やっぱダンス経験が多分一番の意味の中では、まあ、歴が長いから、自分はやっぱりダンスでみんなを引っ張っていきたいなって思ってるんですけど、だからこれからは自分だけじゃなくてメンバーにいろんなことをアドバイスとかしていける存在になれたらいいなって改めて思いました。落合キラリです。栃木県出身の17歳です。最後まで自分を信じて夢を叶えるチャンスをつかみたいです。よろしくお願いします。